まあ、この問題については私自身が金正恩委員長と向き合わなければいけないとこう思っているところでございます。森井裕子さん。今の最後のところなんですけど、具体的にどのように会う準備を進めているんですか。安倍内閣総理大臣。それは具体的にどのようなということにつきましてはですね、これまさに交渉の中身についてでございますので、そのことについては発言を控えさせていただきたいと思います。次、森井裕子さん。拉致問題について何か進んだんですか。安倍内閣総理大臣。拉致問題につきましてはですね、今までも大使館ルート等をつきまして、王法を生かしましたさまざまな接触等を行ってきているところでございますが、中身につきましてはですね、発言することは控えさせていただきたいと思います。森井裕子さん。いや、中身については教えてくれないって言っても何も進んでないから聞いてるんですよ。もっと具体的に前に進めていただきたい。次に